そのまま上げちゃえば、こんな感じでもう飛んでるんですね。あ、声取った。いや、すごいぞ、これ。皆さん、こんにちは。実装レゴビルダー、ヒデだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら。レゴスーパーマリオクッパジュニアクラウンです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらの発売は今年の元日に発売されたレゴスーパーマリオの新しい拡張コースです。結構大型のレゴ紹介したので、こういった小型のレゴを組み立てるのは久しぶりです。はい、箱はこのようになっています。スマブラでクッパジュニア使ってる人はもうこれは見たことはありますよね。今回こちら拡張コースというもののクッパジュニアクラウンとボム兵しかつかないので、これは拡張コースというよりかはちょっと大型のキャラクターパック感はあります。で、このクッパジュニアクラウンにはマリオを乗せることができます。はい、箱の後ろはこんな感じです。ということで開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で3つと、レゴスーパーマリオのカタログ冊子が1冊入ってます。ちなみにこちらが今年新しく発売されたレゴスーパーマリオです。とりあえずこの中でしたらキャラクターパックは押さえておきたいです。はい、それではレゴスーパーマリオクッパジュニアクラウンを組み立てます。完成、クッパジュニアクラウンです。おお、これがレゴスーパーマリオのクッパジュニアクラウンか。個人的に思ってたよりちょっと小さかったです。じゃあまずは付属するボム兵を見ましょう。全体はこのようになっていて、ボム兵についてはキャラクターパック1に入っていたボム兵と同じです。キャラクターパック1が絶版になっているので、ここでの再販は非常にありがたいです。ちなみにボム兵の台座パーツなんですけど、キャラクターパックのパーツ台座と比べて結構シンプルになってます。台座ぐらいもうちょっとパーツは入れて欲しかったなって思います。はい、続いてはこちらクッパジュニアクラウンです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、個人的にクッパジュニアクラウンって結構丸かったと思うんですけど、今回は結構角張ってます。こういったレゴらしさもあって僕はいいと思います。はい、正面のこの顔はプリントパーツになってます。ちなみにこの口からミサイルとかノコギリとかえぐいものを出してきます。続いてアームの部分はこのようになっていて、アームの拳の造形もよくできています。後ろから見るとこんな感じです。そしてクッパジュニアクラウンの中はこのようになっていて、中にカラーコードがあります。底面はこのようになっていてスクリューがあります。ではこのクッパジュニアクラウンの可動範囲について説明します。可動部分はこのように腕が回ります。それと座らせる部分がこのように押せれます。そうすると後ろのスクリューが、はい、このように出てきます。ちなみにこのギミックなんですけど、結構滑らかにスライドします。このようにすることで底からスクリューが見えます。はい、レゴマリオとレゴルイージを使って遊んでみたいと思います。この前に一回クッパジュニアを乗せます。ちなみに乗せる際は腕を上げておきます。そしてこのまま乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。あー、もうこれ完全にスマブラですねいやー、なんかこれスマブラから飛び出してきたと言ってもいいぐらいです。はい、このまま全体を見るとこんな感じで、これほんと乗せてるだけなので中は結構グラグラしてます。これはめちゃくちゃ雰囲気が出ますね。じゃあ続いてはレゴマリオを乗せます。ちなみにクッパジュニアクラウンは一度スクリューを出しておきます。あー、いけたいけた。あ、このまま上げちゃえばこんな感じでもう飛んでるんですね。あ、声に取った。いや、すごいぞこれ。はい、続いてはルイージを乗せます。いや、すごいな、ルイージでも空を飛んでます。
じゃあここからいろんなキャラクターを乗せようと思います。まずはブンブンを乗せてみると、あ、いけますね。はい、ブンブンを乗せてみるとこんな感じです。まあ、ブンブンについてはクッパジュニアと造形一緒なので、まあそれは乗れますね。続いてノコノコは、おお、ノコノコも乗せることができます。あ、なんかノコノコの方がめちゃくちゃしっくりくるなまあ当たり前なんですけど、そもそもサイズが違うのでクッパを乗せることはできません。はい、レゴスーパーマリオクッパジュニアクラウンはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオクッパジュニアクラウンを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたクッパジュニアクラウンはめちゃくちゃ良かったです。まずこのクッパジュニアクラウンの完成度がめちゃくちゃ良くて、あとはレゴマリオやレゴルイージと連動すると専用音声が流れるので素晴らしいと思いました。あのレゴマリオ乗せてないんですけど、こんな感じで持ち上げるとクッパジュニアクラウンが飛んでいる効果音が出ますので、これはめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。それとキャラクターパック1でしか手に入らなかったボム兵もこのクッパジュニアクラウンで手に入れることができますので、ここでの再販は本当にありがたいと思います。あの実を言うとこのクッパジュニアクラウンなんですけど、複数買いしていつか発売されるクッパジュニア軍団を乗せてみたいです。今回こちらのクッパジュニアクラウンは1個1000円なので、レゴマリオかレゴルイージを買った後にクッパジュニアクラウンも買うとめちゃくちゃ遊べれますので、すごいおすすめできます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。